こんにちは、東京オンリンピック総監督を務めました、真島理事郎と申します。東京オンリンピック去年の夏8月にですね、劇場公開した映像作品なんですけども、15人のいろんな映像監督さんがですね、国内海外さまざまな手法の監督さんがそれぞれ1競技新しい競技を作ってですね、競技を競い合うというですね、全く新しいスポーツイベントということで行ったわけですけども、まあ、その劇場公開に始まりですね、書籍も出まして、グッズも出まして、なんだ、 DVD も出ましたね。 DVD も、3巻組で出ております。まあ1年経ったわけですけども、まだまだ続いておりまして、つい先日もですね、韓国のデジタルシネマソウル2009だったかな、韓国のデジタルシネマの映画祭でですね、東京オリンピックがなんかダブル受賞したそうで、ありがとうございます。なんだっけ、グリーンカメレオン賞というなんかよくわからない賞と、もう一つなんか忘れました、名前忘れました、なんとか賞というのをいただきました。皆さんのおかげです、どうもありがとうございます。そうですね、東京オリンピックといえば公式マスコットがドバトだったんですね。鳩、ネズミ色の鳩、それが公式マスコットで、まあ、僕が一番愛している動物なんですけども、日本もね、あの総理大臣が鳩になりました。鳩山さんになりまして、まあ、いよいよ日本も鳩の時代に突入ということで大変喜んでいる真島です。東京オリンピックまだまだ続いてまして、いよいよですね、モバイルサイト、携帯サイトと PC サイトの方で動画の配信が本格的に行われるということになったそうです。まだ見てない人、ぜひね、携帯とかパソコンの方で気軽に見れるようになると思いますんで、ぜひとも見てください。まあ、いろんなくだらない作品あると思いますんで、まあ、皆さんでワイワイ見てもらえればなと思います。引き続き東京オリンピックよろしくお願いします。